今日も早くから神宮球場に来ていただいたサロスファンの皆さん、こんにちは。 Welcome to 神宮スタジアム。サロスタジアム DJ パトリックです。そして僕の隣は東京ヤクルトサロスマスコット25年目の大ベテラン、ツツ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 ーバックロー。はい、今日もよろしくお願いします。昨日の勝利ゲームダイジェストをご覧いただきました。9回の裏、短時間でのね、見事なドラマティックな幕切れ、サヨナラ劇でした。歓喜に沸いた神宮球場、今日もね、みんなで盛り上げて、みんなで勝ちに行きましょう。今日も応援よろしくお願いします。レフトスタンド、内野スタンドからも応援お願いします。もちろん2階席の方からもね、応援の言葉届けてください。はい、どうもありがとう。そしてライトスタンド、応援の皆さん、今日も力強い応援のリードよろしくお願いします。にじみがね、ちょっと眩しいけども、エナジーチャージして今日も応援のリードよろしくお願いします。さて、今日も横浜 DeNA ベイスターズを迎えてのゲームとなります。ベイスターズファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ。皆さん、こんにちは。共に気持ちいい声を送って試合を盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。さて、本日はこちらでお送りしていきます。50周年記念アニメサザエさんスペシャルデイ。そうなんです、ヤクルト球団設立50周年を記念して、同じくアニメ放送開始50周年を迎える国民的アニメサザエさんとコラボイベントが実現いたしました。そしてこちらにはサザエさん一家からサザエさん、マスオさん、ナミヘイさん、ルネさんに来ていただきました。ようこそ神宮球場へ。神宮球場へご来場の皆さん、こんにちは、サザエでございます。今日は一緒に盛り上がりましょう。いやー、神宮球場でサザエさんの声が聞けるなんてね、本当にすごいことです。ありがとうございます。そして今日はですね、来場者先着2万名様にここでしか手に入らないサザエさんとのコラボクリアファイルをプレゼントさせていただきました。皆さん、受け取っていただきましたか。こちら大変貴重なものです。大切にお持ちくださいね。そしてサザエさん一家の皆さんには、さまざまなイベントに今日の試合参加していただきますが、それではサザエさん、いつもの掛け声で今日のメニューの紹介よろしくお願いします。さあ、本日のアニメサザエさんスペシャルデイはこちらでお届けします。いやー、ありがとうございます。内容盛りだくさんです。試合前はサザエさん始球式に挑戦していただきますよ。皆さん、どうぞご注目ください。2回の裏終了後にはサザエさん、球場の皆さんとじゃんけんぽん対決ね、え、球場出てきちゃうんです。5回裏終了後、サザエさん花火のカウントダウンにも挑戦していただきます。7回の表終了後、スワローズラッキーセブンはサザエさん、マスオさん、ナミヘイさん、フレさんと一緒に東京温度で傘を振って盛り上がりましょう。まあ、いろいろとね、参加していただきますので、本当よろしくお願いします。サザエさん、マスオさん、ナミヘイさん、フレさん、お願いします。それではここでサザエさん恒例のじゃんけんぽん対決をここで行いましょうか。ご来場の皆さんもぜひ参加してみてください。それではサザエさん、よろしくお願いします。さあ、皆さん準備はいいですか。じゃんけんぽん。おお、サザエさんはパーを出しました。お、チョキ多いね。あ、お坊ちゃんもチョキ出して勝った。あら、結構みんないいタイミングで参加していただきましたね。ありがとうございます。先ほども言いましたけども、2回裏終了後にもね、またこのじゃんけんぽん対決を行います。またその時皆さん参加してくださいね。よろしくお願いします。サザエさん一家の皆さんには今日一緒に盛り上げていただきます。それではこの子